皆さんこんにちは、エルザです。今回は陰月の公円錐について比較をやっていきたいと思います。まあね、なんだかんだ陰月くん強かったねっていうところなんですけど、まあ人によっては公円錐持ち吹きをゲットできないっていうこともあるかと思いますので、ちょっとね比較をしたいと思います。で、比較の対象となる公円錐なんですが、まあ陰月くんの持ちアイオンと、次星3で円形かな、はい、こちらを使ってやっていきたいと思います。で、これにした理由なんですけど、まあ、他の3の公円錐で言うとあまりいいものがなくて、これだけ通常攻撃と戦闘スキルがめちゃくちゃ高いんですよね。よだめがプラス 40%、 まあ重量したら40まで上がるっていうことなんですけど、これの火力がどれくらい比較できるのかっていうところをやっていきたいと思います。ただ単純に攻撃力に関してはそれぞれ差が出てくるので、まあ、ちょっとね攻撃力分下がるんじゃないかと思うんだけど、このステータスがどれだけ反映されるのかちょっと見ていってもらえるといいかなと思います。ステータスはこんな感じです。会心率がちょっと動く感じになりますね。あとは異物に関しては会心率70を盛るっていうのが多分普通のプレイヤーではなかなかハードル高いと思いますので、ガンマンと荒れ地、あとはヘルダですね、宇宙封印ステーションをつけてます。で、異物に関しては HP、攻撃、配信、攻撃、虚数、攻撃となってます。ただ全部レベルがマックスっていうわけではないので、ダメージはまあ伸びしろはまだあるかなというところです。ではやっていきましょう。はい、ということで皆さんダメージの方を見てみていかがでしたでしょうか。一応あの後やっぱ会心率にばらつきがあるっていうのがあったので、何度か試してみて平均出してみました。で、大体の平均がこんな感じです。まず通常攻撃だけで見た時なんですけど、まあ、典型ですね。こちらの方が火力は出やすいっていうところですね。まあ、何のバフももらってない状況で、元々の自分の武器自体のスキルが高いっていうところが目立ったっていうところです。意外とね、4万超えサクサク出たのはこの星3の典型でしたね。で、武器バフに関しては、まあちょっと星5の IO に関しては発動がしんどいですが、まあターンを重ねればダメージが上がってくるというところです。ただ、平均してやっぱ会心率が盛りづらいっていうのがあったので、まあ、3万5000とそこまでなかったなーっていうところでしたね。上振れればっていうところかなと思います。まあ攻撃力が下がった分平均もっていうところかもしれないですね。星3の武器というところで考えると、まあなかなか強い壊滅の公円錐になるんじゃないかなと。で、誰でも引いたら多分5にしやすい、重量ランク5にしやすい公円錐ではあるので、まあよだめプラス 40% っていうこの破滅の中ではなかなかいいスキルがうまく発動してて、いいダメージにつながったのではないかなと思います。アイオンの5を使いましょうっていうのももちろん全然ありだな。こっちはどちらかというとターンを重ねると強いのかなと。やっぱ効果がねどんどん上がってくるのがターン重なった時なので、よだめもこっち上がりますからね。で、これが重量がまだ1なんですよ。で、重量が5になったらまた状況は変わると思います。ただ普通にプレイしてる方からすると、重量5にするっていうのは全部これに注いでる状態じゃないとなかなかないと思いますので、まあそういった違いは大きいかな。重量5が条件だったらまたダメージはひっくり返ると思います。ただやっぱ難易度として、ね、星3ランクのものに関しては重量が上げやすい
っていうのがありますね。武器を引いてたりとか、まああとは通常ガチで出てきたりすれば一番引きやすいかなっていうものではありますので、個人的には5にできるのであればおすすめだなと思います。まあね、結構ね、持ち武器を引くっていうのはハードル高いんでね、出なかった時しんどいですからね。まあそういった方が、まあ陰月持ってるんだけどどうやって攻撃力盛ろうかっていう時に使っていただくと一番いいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ今回ね、陰月の武器ということですが、まあそろそろね、陰月のガチャも終わりが近づいてるっていうところですので、皆さんもね、もし興味があれば、あとはすでに引いてしまってどうしようって思ってる方はこちら参考にしていただければ嬉しいなと思います。また他にもいろんなゲームの動画投稿や解説などもしていますので、よかったら遊びに来てください。また応援してくれる方はチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。